はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日はリクオ&ツララ使っていこうかなと思います。今回の2000万ダウンロード祭の限定枠というわけで、ヌラマゴのキャラクターから限定が、初めて登場したというわけで、なんだかんだ毎年ヌラマゴの新キャラ出てるんですよね。まあそんで、新限定キャラクターはタッグキャラクターというわけで、一発目タッグキャラクターかなり激アツなんちゃう。この二人の関係は何か知りませんけども、まあヒロインと主人公なんかな。このリクオの髪の毛えぐいな、ジェルで固めとるわこれ。どこのメーカー使ってるか気になったところで性能を見ていくんですけども、青属性のバランスタイプですね。まあステータスは相変わらず優秀で、必殺、敵単体に 450% ダメージで、氷結の場合 30% のキラー、敵全体じゃなくてターン終了時まで敵全体を5000の氷結、ほんでもって3万の追加、一旦ターン終了時には5000回復、血統損得22000というわけで、氷結にキラー持ちですね。今現在ジャンプ地にいる氷結キラー持ち3体ぐらいしか確かいなかった気がする。かなり貴重な存在で、状態以上にキラーなんで、まあ使い勝手はいいんじゃないかなと思います。ただ氷結不要要因、まあ自身の友情技が優秀なんですけども、その他はあんまりいないんで、キラー出すのはちょっと難しいかなとは思いますね。で氷結、これね僕まだ必殺レベル7なんですけども、これ10まで持ってったら追加ダメージ6万入るんで、かなりダメージ望みますね。で一旦回復、この回復は継続回復になっているんで、敵から攻撃受けた時とかいう縛りがないんで、とにかく回復は絶対にできるという、まあ優秀さもあります。ほんで友情技、ハート5個青に変換、赤5個黄色に変換、 HP3000 回復、血統忖度7万、敵全体の攻撃アップを数値の高い順に5解除2ターン、敵単体を4万の氷結、4万の追加というわけで、この友情技めちゃめちゃ強いんですよね。まあ、決闘においてなんですけども、だからこの陸面に関してはメインじゃなくて友情でお世話に今後なるんじゃないかなと思う。プチ変換も持ってて、回復も持ってて、バフ回でバチダメージ、これ合計ダメージ、12万ぐらいいるんで、まあ、かなりダメージ与えてくれる要因としては優秀ですね。で貴重な氷結不要要因なんで、まあ、今後この陸面みたいに氷結にキラーが、まあ、出るキャラクター、まあ、いずれ登場するんじゃないかな。最近状態以上にバチ火力出るキャラクター多いんで、まあ、今後そんなキャラがね氷結で登場したら、この陸面さんの友情技もう環境トップに行くんじゃないかなと思います。んで特性が、呪いターン3短縮、自身の攻撃1%アップ、プチ8個以上繋いだターン、ターン終了時に HP500 回復、敵ターン開始時敵に体力タイプがいる時に受けるダメージ 26% ガード、36ターン目自身の行動前に黄色ハートを6個ずつ青に変換、緑8個赤に変換というわけで、クッソプチ変換と敵に体力がいたら、4分の1永続でガード張るっていう、ダメージ4分の1カットはさすがに強いですね。使っていこうかなと思います。挑んでいくダンジョンはサンドバッグというわけで、こいつ体力タイプなんで、潰されましたね。はい、まあ、そんなん関係なく前から潰されているんですけども、またさらに、死体切れが入ったというわけで悲しい状況ですわな。はい、もうすぐワンピースの大特修正が来るんでね、まあ、その時にこのリンリンやったっけ、まあ、通称サンドバッグ、まあ、登場新しい版したらなんか嬉しいなって個人的には思うんですけども、演出等々見ていこうかなと思うんですが、必殺特性レベル7、バフなしキラーなしですね。まといというわけで、この必殺めっちゃかっこいいんですけども、ダメージ以下ほどでしょうかっていう感じで、はいと、
24000必殺特性レベル7。うん、まあ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 いいんじゃないかなと思われる。でこっから、2ターン氷結が入ります。まず1ターン目5000え入りまして、その後追加ダメの3万が、さらに入るという、性能ですね。はいと、まあレベル10にしたら、ここでまたさらにダメージが火力上がるっていうわけで、まあ合計ダメージ6万ぐらい入りましたね。うん、まあ普通に状態異常なんで、ダンジョンには余裕で連れていけるんじゃないかなって思います。そんでもってお次、キラーナ込みの火力見ていきましょうかね。必殺特性レベル7、バフなし、キラーありですね。ダメージ以下ほどというわけで、まあキラーは 30% なんで、ちょっとはダメージ伸びるかな。あ、26000ぐらい上がりましたね。まあこんな感じの性能なんですけども、まあ大体ね、氷結、まあ自身が氷結持っているんで、だからまあ使い勝手は自身で氷結、そしてキラーっていうね永久機関が完成しているんで、まあそういう面ではかなり、自分大好きっ子ちゃんなんじゃないかなって思いますね。まあでもこの氷結もめちゃめちゃ強いし、まあ、全然使えんことはないねんけど、決闘ではちょっとっていう感じはする。まあ回復も持っているんで、で決闘の場合1個割につき22500ぐらい、回復してくれるんで、まあ回復力は結構あるんですけども、まあやっぱり今の決闘の環境、状態異常というのは全然輝けないんで、まあただ友情技がめちゃめちゃ強いんで、まあ友情技でお世話になるのがまあいいんじゃないかなと思いますね。できればね、必殺レベル特性10にしたいんですよね。10にしたら、この氷結のダメージ等々最大火力入るんですけど、まあ、なんせ弾がない。おー、これ変換入りました。この変換地味に優秀ですね。なんせね、もう弾が全くないねんな。弾不足に陥っているんでね、ちょっとこれはなんとか弾を配布してほしいなと思うんですけども、まあでももし弾ゲットしたとしても悔しはしひんかな。まあ他にね、いろんな、キャラクターがおるんで、まあイベントにね重きを置いている人やったら全然いいんじゃないかなとは思うんですが、まあやっぱりね決闘も視野に入れないといけないんで、そうなったらちょっと優先順位は低いかなと思う。友情は食わしていいな。うん、必殺特性はあんまかなと思う。ただちょっとね、こういう状態異常パー強くなってほしいっていう気持ちはものすごくあるんですよね。まあ、2020年、やけどパーがものすごく流行ったんですよ。そのパーティーからもパッタリ見なくなって、今じゃもう解除なんで、ちょっとね、あん時の状態異常んで、状態異常は、やけどだけなんですよね、スポットライト浴びたんは。その親戚となる氷結は、全くもって注目されなかったんで、まあ、それも、しゃあないんですけど、時期的にも悪かったんでね。だからね、氷結が輝いてないんですよ、決闘で。ちょっとここらで、氷結にスポットライト当たらへんかなって思ってんねんな。だからもし今後氷結持ち強キャラ、それこそ一世風靡したやけどん時みたくクソ強氷結キャラクターがもし来たら、この、リクツラさん、まあ、かなり輝けるんじゃないかなと思う。まあ友情でも氷結持ってるし、あとメイン性能も氷結持ってるし、まあ、地味に6万必殺1個につき6万っていうのはかなりダメージ入るし、で今回のヒーローキャラのハデス先生、あの人氷結ダメージ 80% 増加持っとるんで、だからねちょっと
氷結バブルに入りそうな気もするんですよね。だからぜひともなんか注目されてほしい性能ではある。僕こういう状態異常パンめちゃめちゃ好きなんで、毒しっかりなんですけども、まあ毒もねクッソ弱いんで、もう今現在完全に解毒されているんですけども、そんなね解毒薬が効かないぐらい超強い毒キャラクターが僕は登場してほしいと思っている。状態異常に今一度スポットライトなんか当たってほしいなって僕は思いますね。そのやけどクソ強時代の決闘、僕あんまりやってないんですよね。力入れ始めたのほんま今年ぐらいなんで、決闘に。なのでね、その2020年代の決闘マジでどうでもよかったんで、ちょ今一度状態異常パー復活してほしいなと、思います。はい、というわけでリクツラ使っていったんですが、まあ普通に使いやすいですね。まあ氷結も優秀ですし、友情技も強いんで、まあ今後余裕で使っていけるんじゃないかなと思う。